はい、日々淡々とこなしている積みウエハース崩しですが、今回崩していくのはこちらですね、ニフォルメーションワンピース大海賊シールウエハースログ7海の皇帝。はい、ニフォルメーションの中でもね、僕は、ワンピースは集めておりません。だったらなぜ今回、開封するんだという話なんですけどね。まずはこちらを見てくださいよ。これこれホログラムシールなんですよね。そう、この段だけね、このホログラムシールが入ってるんですよ。今回はそれ目当てなんですよね。で、ホログラムはね、どうやら2種類あるみたいです。このシールとこのシールね。はいはいはい。で、1箱20個入りでね、何種類あるかは分かりません。30足す2か。まあでも今回はね、コンプを目指すとかそんなんじゃなくて、この1箱からこの2種類のシールを当てるかどうかという、チャレンジですね。見事2種類当てることができれば、成功なんですけど、まあ1箱からホロ2枚は難しいでしょうね。まあ一応ね、パッケージの前面見ときましょうか。キャラが、出てますけど、僕にはね、ワンピース見てないので、何が何のキャラやらよう分かりませんね。まあルフィぐらいは分かりますけどね。うん、これですよ、これ。この超豪華ウルトラグランドレア収録ね。今回はこのウルトラグランドレアのみを狙っていくというわけでね。まあお遊びみたいなもんかなというわけでね、ニフォルメーションシリーズたまにね、こんな感じでホロ封入してくるので、ホロが出た時は集めてないシリーズでも今後もね、開けていきたいと思います。前回ね、ドラゴンボールも僕集めてないんですけど、ホロが入ってる段があったので、その時もね、開封チャレンジしましたね。まあ結果は惨敗だったんですけど、その後ね、メルカリで買いました。数はいっぱい出回ってるのでね、ホロなんだけどそんなに高くないです。というわけで今回もね、当たらなければメルカリで購入して揃えたいと思います。さあ、20個のうちからね、ホロ出るんでしょうか。開けていきます。あ、これ分かりやすいね。パッケージはオレンジと青の2種類になってるようですね。こんな感じでね、やっぱり目玉のホロがね、こんな感じでパッケージに印刷されております。ホロってね、本当コストめちゃくちゃ高くなりましたからね、それ入れるだけでもね、かなりの出費っていうかね、予算使ってるなーって感じはするんですけど、まあね、もうビックリマンでホロ出ることはないでしょうからね。うん、そういう意味ではね、チョコ開けて中からホロが出てきた時のあの嬉しさね、今回はそれを味わいたいなっていうのを思ってね、買っているわけですけど、あー、そのホロをチョコから引くというね、そういうあの時の感動をまた味わうことが、できるんでしょうかね。シークレットじゃないね、ウルトラグランドレアだから、紫9番と14番ですね。さあ、9番と14番が当たるかどうかですね。では、こちらの列の手前からね、こういう順番で開けていきたいと思います。今回はね、20個だけしか開けないので、動画はね、そんなに長くならないと思います。さあ、どうでしょう。ホロ出てほしいな。できれば2枚欲しいとこですけど、どうでしょうか。まずは波ですね。はい、最高。まあこの辺のキャラはね、僕でも分かります。次、はい、あ、見ちゃった。バギーが出ました。ピエロみたいな人ですね。これあれちゃう、結構ええやつじゃないの。意図してなくて当たってますけどね。SGR、スーパーグランドレアってやつですね。はい。箱押しだし、まあ、なかなかいいやつが当たったんじゃないでしょうか。では、3つ目。ただ今回はね、ホロ狙いなんで、あんまりレアな、他のレアなやつは出てほしくないな。はい。モンブラン、ノーランド、カルガラ。全くわかりません。次は、ワノ国大縁談。次、はい、シュラ&フザ。全然わからんからコメントのしようがないわ。はっ、これは緑牛、なんか色からして良さそうな気もするんです。あ、そんなにレア度高ないみたいですね。白もなし。裏が真っ黒だとね、結構レア度高いっていうパターンが、ニフォルメの場合多いんですけど。はい。コニス&パガヤ。
お、違うな、違うな。いやいや、いいの当たってくれるのはいいんですけど、今回の狙いはそれじゃないんですよ。半分が終わろうとしておりますが、出るんでしょうか、この箱が。ゼロ枚はやめてほしいな。フォローを当てた時のあの感動が欲しいからね。1枚は出てくれんと一箱買った意味がなくなりますからね。はい、ゲタ、ゲダツ、ゲダツ。さあ、早くもね、半分が終わり、11個目に入りました。こちらの列から出るんでしょうか。はい、カンフォール&ピエール。はい、お、これは来たんじゃないか。麦わらの一味。あ、違うじゃねえか。全然レア度低いやつやった。さあ、次は、おい、あー、ダブリダブリでも何でもええわ。もう今回はダブリでも何でも関係ないですからね。コンプ目指してないですから。さあ、そろそろ1枚ぐらい来てくれませんかね。モンキー・ディ・ルフィー。次、ワイパー。光月桃之助。これもあれか、結構ええやつか。綺麗んだけどな、今回は別に欲しいやつじゃないんだよ。くそー、あと4つホロ出んか。やっぱりホロやから結構渋いんかな。エネル、あ、これビックリマンのコラボのやつにも言いましたね。鬼滅のホロとね、ドラゴンボールのホロは結構封入率良かったんですけど、今回は渋いんかな。はい、カイドウ&アルベル。箱押しだな。箱押し結構出てるんだけど、なんか腑に落ちんな。全然嬉しくない。あー、ホロ引くあの感動は味わえずか。え、光月日和。さあ、ラストです。ホロ出てくれ。ホロをチョコから引く感動を味わいたいんだよ。はい、はいはいはい、ブー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 。マフィアかじたか。というわけでね、一箱をチャレンジしたんですけど、ホロゼロでした。まあ、こんなこともあろうかとね、すでにメルカリで買っときました。二つ。まず、ルフィの方はこれですね。いやー、ホロの輝きいいね。できればこれを、ちゃんとウエハースから出したかった。ね。まあ、メルカリで買って結構安かったよ。二つで1000円もしなかったですかね。700円か800円ぐらいだったんじゃないかな。いや、ホロいいね、やっぱり。ビックリマンではもう味わえない輝き。ずっと見てられるよな。角度変えてさ。裏面はこんな感じですね。そして、もう一枚が、こちらです。はい。豪華絢爛ですね。いっぱいいますね。バンダイにできて、なぜロッテにこれができない。ほんとね。かと思ったら、毎年ね、だんだんクオリティ、ビックリマンね、下がってきてますし、素材もしょぼなってきてるしね。もう39アニバーサリーで、なんだこれと思いましたからね。もうとうとうここまで来たかと、思いましたから、それから考えるとね、ロッテほんと、すごいわ。ロッテじゃない。バンダイすごいわ。ロッテは別の意味ですごいわ、ほんまに。はい、というわけでね、この2枚、この間のドラゴンボールの横に、ファイリングしたいと思いますのでね、チャンネルはそのままでしばらくお待ちください。
それではね、この雑にファイリングしてるニフォルメ系の、52ミリタイプのシールアルバムですね。こちらの、まあ、このガンマ1号と、悟空ビースト、ご飯ビースト、こちらにちょっと出てもらってですね、ここに、今回のワンピースのホロー入れたいと思います。僕はね、このバンダイのこの袋未開封で置くの嫌なんですよね。跡がつくんで。特にホロはね、跡つきますよ。ホロ未開封で置いてる人、自分のホロね、確認した方がいいですよ。あの、このピローの跡がついてますからね。だからやめた方がいいですね。僕はもう、開封する派です。これどっちがナンバー先だったっけ？こっちが先ですね。ルフィ。ルフィの方。これこっちにしよう。これでね、鬼滅と合わせれば、ニフォルメのホロは6枚目ですね。鬼滅2枚、ドラゴンボール2枚、そしてワンピース2枚。それ以外にもね、またホロが出たら買っていきたいなと思っております。この20枚1枚をね、ニフォルメのホロで埋めたいよね。いやー、ちょっと拡大で。ちょっと照明の関係で見にくいかもしれませんけど、こんな感じでね。はい。ホロ4枚並びました。うん。鬼滅もダブってるから、2枚入れとこうかな、ここに。いいですね、ホロ。ニフォルメにはもっとね、ホロ出してほしいね。あの、集めてないシリーズでもホロ出たら僕、箱買いますんで。うん。まあ、一箱だけですけどね。今後もね、あの、毎段とは言わないですけど、記念すべき段とかね、なんか、そういうイベントがあるときにはね、ホロ復活してほしいですね。ニフォルメさんには今後もね、期待しておりますよ。はい。というわけでね、今回の動画は失敗に終わりましたけどね、メルカリで買って、保管しましたので、今のところね、ニフォルメのホロはちゃんと揃ってるかな。はい、今回の動画はそんなとこですね。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。